リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリントです。本日は6月27日、月曜日の、リント日記です。シェフィーのね、今日は晩ご飯をあげながら、ハンドリングデモっていうところですね。今日食べるかな？昨日いっぱい食べたんだよな。どうぞ。なんかね、餌食いがすごいいい時とね、そうでもない時とかあるんだよね。あ、食べそう。食べた。なぜ？最近は鶏肉のね、胸肉の部分をちょっと切ってあげてます。レオパゲルもねいいんですけども、最近はレオパゲルよりも食いが良かったんで、ちょっと鶏肉にしてます。あとちょうど鶏肉がねちょっと大量にありましたので、そこから食べさせてるって感じですね。だいたい2から3切れぐらい食べてますね。ただ鶏ばっかりだとあれなんで、レオパゲルも織り交ぜてって感じですね。レオパゲルの方が栄養的にはすごいいいんで、あとここに手ずっと置いとくのあっちいな。マスキングのライドがねここにあって、手がもう一個食べるかないらなそう。食べる？食べるときパクってくるんだけどな。あ、でも舌ペロペロしてるから来そう。なかったわ。食べにくいのか、こうの方が食べやすいか。もういらなそう。いらない。でもあなた食べてくれないの、この鶏肉食べる人いないんだよ。私このちっちゃいの食べないし、よく一回あなたのところに出したから俺食べないしね。食べないの？肉ご飯よ。ご飯。そう、ピンクマウスとかもね試そうかななんて思って話をしてて、飼育員さんともねちょっとお話をしてて、ピンクマウスねなんかあんまり食べが良くないっていうのとね、ちょっと栄養が高すぎるから太っちゃうから危ないかもって話をされました。まあね、この子たちの死亡原因がね基本的に肥満によることなのでね。食べるかな。食べそうだけど、綺麗に食うじゃん。もう一個用意したんだけど、なんか食べんのかな。用意した分を食べるのかどうかが不思議だな。食べるんだったら横から撮りたい。カメラの位置を横に置いてみようか。薄くない？
最後の一個。ボタン間違ってね、消しちゃった。ひひ。あれ、食べる？今もういらないみたい。一応こっちの皿に置いとくかな。よいしょ。ちょっとお皿に置いといて食べるかどうかを見ましょう。もうご飯食べてちょっとしたら水辺に行きましたね。ただ水少ないな。ちょっと水足してやるか。お水だよ。はい。お前かわいい。なんだその顔。いやこれはね、ズームで撮るんじゃなくて、拙者した方が絶対かわいい。お前なんだかわいいかよ。があることによってさ、なんかあれだね、温泉感あるな。また箱根ですか？箱根温泉でも来ました。あなたかわいい。ちょっと水汚いけど、でもちゃんと水の中でうんちしたりおしっこしたりしてて、この子ちゃんと掃除しやすくていいですね。あの掃除しにくい子っていうのもね、全然いらっしゃるんで。あ、いいね君。餌食べた後のそれか、それいいね。ということで本日のね、シェフィーのご飯もう一個ちょっと余っちゃったけど、しかもなんかあの撮影途中で間違ってボタンを押して止まっちゃうっていう、あの後全然食べなかったんですけどね。はい、っていう感じのリント日記でした。また次回のリント日記でお会いいたしましょう。よかったらチャンネル登録、高評価、そしてツイッターのフォローなどですね、お願いいたします。あとはね、なんか友達に動物との動画が気になってるとか、そういうのを見たいよっていう人にぜひともお勧めしていただけると嬉しい限りでございます。ちょっとね、チャンネル登録まず1000人は目指して頑張っていきたいところなので、ぜひとも皆さんのご協力をいただけると嬉しく思います。はい、ということで、以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。